もうシンプルに悔しいっていうのと情けないっていうところで、まあもちろん舐めてかかったわけではないですし、でも今の自分たちの実力だったり現在地がやっぱそういう風に結果として現れているので、ルヴァンの試合もそうですし、今回の天皇杯もそうですし、ここで自分らが何を思ってどう行動していくのかっていうところで、今後自分たちが上に行けるのか、このまま下にずるずる下がるのかっていうところに変わってくるんじゃないかなと。まあやっぱり相手の方がやりにくいんじゃないかなというふうには思うので、まず自分たちが試合開始と同時にね、やっぱり相手に襲いかかるようなプレーをしていかないといけないですし、前節の後半のような相手陣営にしっかり押し込んで常に攻撃を仕掛けていくっていうことができれば、あとは点取るところですかね、決めるべき時にちゃんと点を決めれれば自分たちにもチャンスがあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ単純にやっぱチャンスの数が多い中で決めきれなかったので、ここをしっかり決めきることができれば問題ないのかなというふうには思っているので、決めきる部分と相手のワンチャンス、ツーチャンスでやらせないっていうところなのかなと、まあシンプルに言えばその2つかなと思います。まあやっぱり勝ちたいっていう気持ちを1内で表すことが大事ですし、まあそれを結果として表すっていうのがプロの世界なので、まあ、そういう姿を見せること、それに対して結果も伴うことっていうことが、まあ今一番求められていることだし、自分らがやるべきことなのかなと思います。今シーズンは特になかなかねすっきりする時期がないというか、1試合勝っても次負けてしまったりっていう、なんかこう晴れる時間が少ないなっていうふうには思ってますけど、そういう時期も時には必要で、まあそこで何を考えて、何を行動するのかっていうふうにね、一人だったりチームが考えることがやっぱり次の飛躍のための必要な時間だと思うので、自分らはもうやるしかないですし、これを結果としてね、ファンサポーターの皆さんに届けたいなと思いますので、しっかりルヴァンね、次のステージに進むっていう姿を見せれば、まあまた応援してくれるんじゃないかなと思います。